今日はこんな題名、自分は特別だ、アーキタイプ幼子の特徴。もともとこのアーキタイプの紹介をしようと思ったきっかけが、里舞さん、里舞アット統計のお姉さんが、その自分のチャンネルを作るときに、こちらですね、ブランドアーキタイプ戦略、驚異的価値を生み出す心理学的アプローチ、これのみが役に立ったという話をしたので、していたので、ぜひこれを勉強したいと思い、一番初めにちょこっと取り上げたんですけど、アーキタイプを理解していないと、アーキタイプってなんだ、っていうのがあったので、じゃあまずこれをやる前にアーキタイプを勉強しようねと思い、アーキタイプを取り上げさせていただいております。で、同じ人が書いてるんですけど、こちらちょっと私が側を取ってしまってすいません、英雄の旅、ヒーローズジャーニー、12のアーキタイプを知り人生と世界を変えるの紹介をさせていただいております。で、先週まではこの12のアーキタイプがあり、アーキタイプには3つ、自我、魂、自己の3つがあり、その全体性があなただよみたいな話を昨日しました。で、その自我、魂、自己の中にそれぞれ4つのアーキタイプが含まれていて、自我の部分では旅の準備を見つけるのに役立つアーキタイプで、魂のところでは旅ですね、旅のところで役立つアーキタイプ、そして自己の部分では帰還、帰ってきてお城でどう振る舞うか、みたいなところで、秩序ですね、でどう役立つかっていうアーキタイプの紹介をしました。で、今日はそこから、幼子の紹介を一個ずつ取り上げていければなと思ってます。幼子とは私たちの中にある人生や自分自身、そして他人を信頼する気持ちを指していますと。一見すると不可能としか思えないようなことにも信念と希望を抱き続ける。それが何であれ、自分が期待するものへの信念を貫き通す。信じるからこそ何かを学ぶことができるっていう意味では、生活や仕事の場で求められる基本的スキルを学ぶのに欠かせない施設とも言えるだろうと。人は皆母親の体内で守られながらイノセントな状態で生を受ける。運が良ければ親から愛情と慈しみを与えられ、その親を支える家族や友人や社会からも信頼され、私たちの潜在能力や勇気、スキルを習得して磨きをかけようとする努力、私たちの個性を尊重してもらえる、そうやって自立する日がやってくるまで安全な毎日を送れるように守ってもらえると、いうところで、アーキタイプ幼子を目指すものが安全であり続けることだと、なんかエニアグラムのようですね、エニアグラムタイプ6を見ているようです。で、その幼子のアーキタイプ、英語で言うとザ・イノセントですね、ジョジョのスタンドみたいでいいですよねザ・イノセントって、すいません。愛と慈しみを与えられて育った子供は、世の中は安全な場所であり、自分が成長と成熟を遂げる過程では周りのみんなが物質的、知的、精神的サポートをしてくれるはずと無邪気に信じています。他人を信頼し、結果として自分自身を信じるようになるおかげで、生きていくのに必要なスキル、つまり仕事のスキルや知識だけでなく、基本的な社会性とか、そういうのを身につけることができますと。今は無理でも、いずれは自分が享受している安全を他人にも与え、自分を学んだことが誰かにも受け継いでいけることができるだろう、なんてことを無邪気に信じています。このアーキタイプってね、あなたはその幼子っていうアーキタイプにいますよっていう話じゃないっていう理解なんですけど、こういうのを読んでると、あなたはアーキタイプですって言ってるみたいですよね。そういう幼子のアーキタイプがあなたですみたいな。
でも言ってることは多分違うんですよね。まあ複数持ってるみたいな、場所に TPO とか場所に応じて含めてその時と場合にもよるし、はい、なんか若い時と年を取ってからとも変わるしみたいな。なるほど。気分によっても変わるしみたいな。なんかでも僕どうしてもね、はい、もうここにいるように思えてならないんですね、はいはい、で、まあ、そんな幼子、楽園を失い楽園を取り戻すっていうのがあるんですけど、はい、世界には無垢なものが堕落する神話を語る伝統が数多く存在しますと。キリスト教文化ではエデンの園から痛みや苦しみや争いがはびこる世界へ追放されるっていう神話があると。しかし全てのバージョンがそうであるように物語には続きがあります。それぞれの神話には贖い主が現れ、人類少なくとも信仰を失っていない人間を救済して天国に連れ戻すっていう、はい、ストーリーがアメリカにも、はい、アメリカっていうかホピ族とか、はい、そういう、はいはい、ネイティブアメリカの世界にも、ギリシャにも、例えばその男性と女性はもともとは一つの生き物だった、はい、全体性ホールネスの原初の状態を説明する言い伝えもたくさんあると。ところがその神が生み出したその男性と女性がもともと一つのものっていうのが、はい、あまりにも完成した存在だったため、恐れをなした神々が両性具有の生き物を男性と女性にギュッて引き裂き、はい、その結果として男性と女性は性別の異なる相手を見つけないと体を半分にされてしまったっていう不安な感覚に苛まされ続ける、はい、みたいな話がまたいろいろあると、はい、日本神話もそうですもんね。もともとなんか雨の水中主かなんかがいて、はい、なんかが2つに分かれてみたいな、はいはいはい、その体の一部がとか、はいはい、これは何なんですかね。そういうのをみんな持ってるって話ですよね。そういうイメージを無意識的に人類は持ってる、ずっとあるって感じなんですかね。が、まあ、それをなんかアーキタイプとして、だって日本書紀とかなんて400年とかそのぐらいの時じゃないですか、はい、今みたいに国交なんてないですよ、はい、だからそういうの、そういうイメージをみんな持ってるんじゃないかっていう。あ、そっか今、はい、日本書紀の話をしながら結局あれも、はい、バビロンからインドに渡って中国に渡って、はい、こっちに来てるっていう話ですもんね。渡来人、あ、渡来してるのかなその時って。でも、もともとはみんなアフリカっていうじゃないですか。あ、なるほど、はい、全ては一つのところから始まってるわけですよね。バーッと広がって食べ物を求めて、はい、でその頃からまあそういうのがあるみたいなのはあるかもしれないですよね。一つだなって思いますよね。あ、今ちょっと今無理やり強引にして、はい、あのいつもの僕をやっちゃいました、はい、すいません。ポールさん、アーキタイプは人類共有の無意識に現れるパターン抽出だと思うので、性格論のような分類とはまた違うと思うんですよね。はい、そうです。例えば、はい、幼子って言っても、はい、ずっとこう無垢でなわけじゃないじゃないですか。戦いの場に行ったら戦いますよね。戦うし、はい、みたいなところだと思うんですよ。もちろんエロスもいますし、はいはいはい、あ、確かにちょっと読みますね、はい、確かにそうなんですけど、でどのようなバージョンでもこの幼子の旅というのは、はい、一種のユートピアとでも言うべき健全で安全で安らかで愛があふれた環境で幕を開けると。そして次の瞬間にはそのような環境から放り出され、私たちを裁こうとする人々が待ち構え、差別が横行し、争いや暴力がはびこり、幻想を粉々に打ち砕いてしまう世界に足を踏み入れていくと。だが私たちの中の幼子は知ってますと。楽園での暮らしを忘れてしまったとしても、かつては時代や場所は問わずにそういった楽園みたいなものは存在していた。だからいつかは誰かの手で楽園を蘇らせることができるはずだ、はい、と。なのでこの幼子がみんなの中にいるね、はい、幼子が活動していようと眠っていようと今よりも幸せな人生を送っていたっていう記憶は心の中に刻まれてるはずだと。で、なのでその幼子との初めての出会いにはそこに存在していたから出会ったという単純な理由がある。無垢な心を取り戻すのはそれとは全く別の体験だと。
私たちは用意された選択肢の中から一つの道を選ぶ。だからこそ幼子は旅の始まりでもあり終わりでもあると、程度の差はあっても誰もがかつては存在していたはずだと考える世界があり、自分の内面に向かう道を歩いていくうちに、あの世界をもう一度訪れたいとか発見したい、作り上げたいって願うようになると。この辺はちょっとスピっぽくすぎますかね。まあでもそういうもんじゃないですか。そう願う気持ちは誰もが持ってるよみたいな話ですよね。翻訳ありがとうございます、はい、とても分かりやすいです、はい、で英雄は、まあ、全て英雄っていうのは皆さんのことですね、はい、英雄は幼子として旅を始めることが多いが、すぐに孤児になり、孤児っていうのは次の段階ですね、はい、で住む場所を奪われ奴隷になったり、見知らぬ土地をよそ者としてさすらったりするようになるよと、そういうなんて言うんでしょう、愛のお話が世界にいろいろあるんですけど、はい、人は恋に落ちると束の間の楽園を体験する、続いて自分の恋人が完全な存在ではなく死という運命を背負った（おまけに凡庸な）人間であるということを思い知らされると、例えばその、ま、みんな人間なので子供を持つ人間が常にグレートマザー、大いなる母、はい、大いなる父、グレートファーザーのアーキタイプに従って生き続けることができないように、はいはい、まあ、結局こちらから見てグレートファーザーのように見えても、はい、彼らには彼らのアーキタイプがある、はいはい、ので幼子かもしれないそうなので、はい、グレートファーザーで居続けることはできない、はい、みんな、うん、なので遅かれ早かれ全ての人は天にも昇る気持ちから転落するっていう体験をすると、はい、っていうこの転落っていうのが、この先ほどちょっとお話しした幼子がそういう安全なとこからポイって放り出される、はいはい、っていうのを暗示していますよと。グレートファーザーとグレートマザーにずっと守られてるわけじゃないってことですよね、はい、まあ、彼らも、はい、人間です。彼らもだし、はい、そのうちみんなこう成長していくわけじゃないですか。守られてる存在ではなく、はいはいはい、死んでいくし、はいはい、まあ、そもそも人って死にますもんね、はい、だからこう旅に出る必要があるわけじゃないですか。生きていくためにはね、生きていくためにはい、っていうところでこう幼子から飛び出るところがいずれ来るみたいな、はい、でこの幼子、不服従と信念っていうのがあるんですけど、幼子はさまざまな名目で転落の元凶と非難され、贖いを求められることがあると。アダムとイブの物語では、イブの言いつけに逆らって知恵の木になっていたリンゴを食べたせいで二人が楽園から追放され、苦しみを運命づけられたとされていますと。ただ矛盾するようだが、この転落は幸運な転落とみなされており、ホールネス、全体性から二元性、善と悪への認識への転落であることは明白だ。ユダヤ教の教えでは、人々と神の契約を通じて贖いの日が訪れるのだが、これは人類が神を愛しているというよりも神が人類を愛していることが理由とされていますと。契約によって人類に課せられる責任とは戒律を守ることだ。キリスト教では人間たちの罪を贖うために神が自分の息子を送り込んだとされている。贖いとは一体となる、つまり断片化や二元性を超え再び統一の感覚を取り戻すという意味を持っていますと。ユダヤ教とキリスト教では、現世であろうと戒律に基づく社会を建設することによって死後の世界であろうと再び神との一体化がなされ、楽園を取り戻すことができるとされていますと。なんで、まあ、ここで僕が読んだのは、過去からそういう何か苦しみがあり、はい、安全であり続ける、見つけられるみたいな思いがあるけど、はい、戒律さえ守っていれば、はい、またあなたは神に愛されてるよっていう安心を求めるっていう風潮はあったんだろうなっていう風に理解しています。はいはい、ちょっと道を見失いそうになるんですけど、我々はこのブランドアーキタイプ戦略をやりたいと思っていて、はいはい、これを読んでいて、はい、この幼子のアーキタイプを読んでいたときに、はい、これは人の原型的なニーズに、こういう恐れ、
見捨てられることが怖いとか、はい、安全を求めるっていうニーズが、はい、どんな人にもあるよっていう、はい、なのでブランドアーキタイプ戦略からいくとそこに狙える何かはあるよねっていう見方をしようっていうことなんですかね、はい、まあ、そういうことだと思います、まあ、読んでないので分かんないですけど、なので、はい、まあ、そのこのアーキタイプとぴったり一致するかどうかは分かんないですけどね、はいはい、アーキタイプって多分12個だけじゃなくていろいろ、ピンクのやつもアニマアニムスとかいろいろあったじゃないですか、はい、はい、多分そういう人間が持ってるなんかそういうアーキタイプ的なところをついたブランド戦略みたいなところだと思うんですよ。こっちはこう人間の内面的な成長的なところにフォーカスしてるじゃないですか、はい、なのでそれを忘れちゃいけないなと思いながら今、はい、はい、